何ですか、あなた方は。すみません、僕たちは言語学者を探してリンガに来たものですが。先生にお会いになりたいんですか。ちゃんとアポイントは取ってあるんでしょうね。はあ、アポイント？知らないんですか。先生はご多忙の身の上につき、アポイントを取ったお客様としかお会いなさらないんですよ。じゃあ今からアポイント取りますから、会わせてもらえませんか。今アポイントを取るとお会いになれるのは1ヶ月後ですね。1ヶ月後。はい、じゃあ1ヶ月後にまた来てください。参ったな、1ヶ月。ふざけんなって感じだよね。そんなに長くは待っていられないでしょ。そうだね、なんとかして連絡を取る方法を考えないと。ねえ、この町で言語学者の人と仲がいい人はいないのかしら。例えば。友達でもいいし、近所のよく行くお店の人でもいいし。プリシス、誰かは知らないかい。私はキースとは特別仲良しってわけじゃないんだよね。あ、そうだ、困った時は薬屋さんに行こう。薬屋さん？そうそう、この町じゃ困った時はみんな薬屋のボーマンって人に相談しているよ。よし、薬屋に行ってみよう。よう、いらっしゃい。腹でも下したのかい。いや、そういうわけではないんですけど。あの、購買部の隣に住んでいる言語学者の方、ご存知ですか。ああ、キースのことかい。私たち、どうしてもあの方に会わなくてはなりませんの。アポイントなんて取らずに会える方法を知りませんこと。あいつは最近古代書物の解読に埋もれているらしいからな。よっぽどの理由がないと会ってもらえないだろう。クロス洞穴に眠っていた古文書の解読を依頼したいんですけど、それでもダメでしょうか。クロス洞穴。へえ、そうなると少しは話が変わってくるかもしれないが。1ヶ月も待っていられないんです。もし知り合いでしたら何とかしてもらえませんか。だが本当にクロス洞穴の最深部に入り込んだのか。あそこは結構危険な場所って噂だぞ。証拠の古文書ならありますわよ。本なんぞいくらでも用意できるよ。証拠にはならん。まあ場合によっては信じないでもないが。どうすれば信じてもらえるんですか。クロス洞穴の最深部に行けるだけの腕前があるのなら、リンガの聖地も踏破できるだろう。リンガの聖地？昔から薬剤師御用達の数々の薬剤の元となる植物が手に入る神聖な場所だ。リンガの町を出てすぐのところに位置する。ただし全てが開拓されていないため、奥地には未発見の素材も数多くあるとされている。そこに行けと言うんですか。
遠足気分で行くんじゃない。聖地とはいえ、一番奥には阿世界への扉と呼ばれる場所がある。そこは魔物も住み着いていてとても危険だ。舐めてかかると命を落とすぞ。でも、そこで薬草を取ってくれば認めてくれるんですね。まあな。だが、クロス洞穴最深部まで到達したんなら、未発見レベルの薬草を探してきてもらおうか。未発見レベル？それ本気ですか？それくらいクロス洞穴踏破者なら朝飯前だろ。ほら、行ってこい。よし。ボーマンさんが見つけてこいって言っていた薬草ってのはこれのことだな。やった、これでようやくキースさんに会うことができるよ。そうかしら。このアイテム、アーリアやサルバの雑貨屋さんで見たことあるけど。やった、これでようやくキースさんに会うことができるよ。そうかしら。このアイテム、アーリアやサルバの雑貨屋さんで見たことあるけど。ちょっ、よし、ゴー。準備はいい？はっ。ステップ、アタック、クロスブラッシュ。任せて。終わったね。
やった。これでようやくキースさんに会うことができるよ。そうかしら。このアイテム、アーリアやサルバの雑貨屋さんで見たことあるけど。やった。そうかし。よし。
よし。やった、そうかし、よし、行くわよ。なんだここは、魔物の墓？危なかったな。突然襲ってくるとは思わなかった。ここで行き止まりだよね。ってことはここがアセカイへの扉って呼ばれてる場所なのかしら。扉といってもそれらしきものはないよな。どう見たって魔物の共食い場所って感じじゃん。巨大な人と竜の墓場、魔物の出現する聖地、ここは本当に自然にできた場所なのか。それって誰かが意図的に作り出した場所かもしれないってこと？でも紋章術師が何百人いたってこんな場所を作るなんてできませんわよ。神様でもない限り。でもそんな力を持った人がこの世にいるのかしら。できるのは神様くらいじゃないのかな。
神様か。謎だらけだな。やった！これでようやくキースさんに会うことができるよ。これはさすがに見たことないわよ。絶対大丈夫じゃないかしら。よし、早速ボーマンさんに見せに行こう。どうやら持ってきたようだな。見せてみな。どうでしょうか。これなんですけど。お、こいつは。いけてます。言い伝えでしか残ってないようなものだぞ。一体どこまで入り込んできたんだ。やった。おいおい、やったじゃ済まされないくらいすごいことだぞ。分かってんのか。だってこれで言語学者の人に会わせてもらえるんですよね。新種を発見したってのに、なんてやつだ。こりゃただものじゃねえな。キースにぜひ会わせとかねえと。俺が一緒にキースの家へ行ってやるよ。ほれ、行こうぜ。キースさんはいつも忙しくて追い出されるのですが。ちょっと待ってな。おい、キース、キース、いないのか。キース、キース、キース。ったく、誰もいねえのか。何ですか、うるさいな。うるさくて悪かったな、お礼だよ。あ、ボーマン先生。
先生は余計だ。キースはいるか。はい、少々お待ちください。お待たせいたしました。どうぞお入りください。失礼します。どうしたんだ、こんなに大勢で。よう、キース。最近は人のいい言語学者さんは辞めちまったのかい？なんだよそりゃ。いやね、こいつらがお前さんとコンタクトを取りたかったのに玄関先で追い返されたって聞いてな。ああ、今ソーサリーグローブ関係で意味のない古文書の解読を国から頼まれていてな、助手に邪魔な奴らを追っ払ってもらってるのさ。邪魔って僕たちが？そんなところで怒っていてもしょうがないだろう。ほれ、早く要件を言えよ。実はクロス洞穴の最深部で発見した古文書の解読を依頼したいんですけど。何？クロス洞穴？ええ、発見したのはいいんですけど、あまりにも古すぎて読めないんですのよ。おお、国のくだらないご依頼よりよっぽど面白そうじゃねえか。その古文書を見せてみろよ。これですが。こりゃお前ら歴史的発見かもしれないぜ。本当ですか？ああ、古代ラバヌ文字に似ていなくもないが、配置もそれとは異なるぞ。解読できそうですの？こいつはちょっと時間がかかりそうだな。預からせてくれるか。じっくり取り掛かりたいんでな。もちろん、お願いしますわ。こっちこそ礼を言わせてくれ。いいもんに出会えた。こりゃボーマンのおかげかな。うひゃー、キースが俺に礼を言ってるぞ。こりゃ明日大雨が降ってもおかしくねえな。さて、これでよしと。キースも喜んでたみたいだし、よかったな。僕たちも助かりました。ありがとうございます。ま、それはよしとしてだな。お前たち、エル大陸に行くんだろう？ええ。ソーサリーグローブの調査ったってかなり危険なことだぞ。分かってやってんのか？大丈夫です。僕はやるしかないから。なんだそりゃ。よく分からんが、決意が固いことは分かった。だが、無茶はすんなよ。大丈夫です。無茶なんてしませんよ。だがお前はな。ま、俺もニーネのためなら結構無茶しまうから、人のことは言えねっか。やだな。僕はレナのことなんて何とも思ってませんよ。なんだ？
誰もレナのことだとは言っとらんだろうが。おいおい、これじゃ先が思いやられるな。いいかお前ら、危ないことに首を突っ込んでも帰ってこられる範囲にしろよ。大丈夫です、仲間の命もかかっていますからね。まあこのメンバーなら多分無茶はしないと思うが。レナ、クロードを見ていろ、無茶な行動をしそうな気がするからな。なんで僕を？あんまり深く考えるな。本人には大抵わからんことだ。それじゃあそろそろエル大陸を目指しましょう。ラクローにエル大陸行きの船を出してもらうお願いをするんだよな。ついでに装備も整えておけよ。わかりました。土産は元気な姿を見せてくれりゃいいぞ。安全第一で行ってこいよ。はい、行ってきます。よし。
よし。よし。Thank you.
君たちは今ラクールへ避難してきたものかね。避難？知らないのか。エル大陸の王国が魔物に壊滅され、魔物の群れが現在ラクール王国に向かって進軍中なんだぞ。え？もちろん前線基地で魔物の群れなど食い止めてしまうが、ラクールより北は戦場になる恐れがあるので、国民は一時ラクール城に避難してもらってるんだよ。あの、僕たちも戦います。何寝ぼけたこと言ってんだ。足手まといになるだけだから、早くラクール城に避難してくれよ。代表者の方のお名前をお聞かせ願いますか。クロード・シー・ケニーです。あれ、もしかして武具大会で準優勝した方ですか。ええ、まあ会えて光栄だな。出身地はどこなんですか。あの、そのアーリアです。クロス大陸のアーリア村です。アーリアですね。わかりました。では城内にお入りください。話し声がする。これでほとんど完成なのだな。ええ、ただ一つ問題なのが、エネルギーそのものの放出に耐えうる素材がないということだけで。それでは使えないではないか。だから耐えうる素材がホフマン遺跡にあるんだってば。それは本当なのか、レオン。そうですよ、王様。僕がいれば、2日もあればパッて取ってきちゃいますよ。うん、ならば。誰
なんだ貴様ら。いえ、僕たちは全然怪しいものではないんですが。十分怪しい。だから全然そんなことないんですよ。あら、あの子、武具大会で準優勝した子じゃないかしら。え、ほらレオン、あなたも一緒に武具大会見てたじゃない。僕は興味なかったからね、覚えてないよ。ああ、王様は覚えていらっしゃるでしょ。おお、優勝したディアスにもう一歩で勝てなかった少年じゃな。見覚えがあるぞ。覚えていてくださったんですか。しかしなぜこんなところに。いえ、ただ散歩していただけなんですが。そんなの嘘に決まってる。こいつはラクールホープの秘密を盗みに来たスパイだ。ラクールホープ。知らないとは言わせないぞ。現在僕たちが開発している紋章兵器の最強バージョンだ。小さな島くらいわけもなく吹き飛ばせるんだぞ。君が。え、何、本当に知らなかったの。王様、実は僕たちはエル大陸に渡る船を探しているだけです。ソーサリーグローブの調査をクロス王公認のもと行っているんです。なんと、そうであったか。僕たちはここで避難しているわけにはいきません。町の外に出してもらえませんか。構わんが。ダメですよ。彼らはラクールホープの秘密を知ってしまったんです。牢屋に閉じ込めなくては。勝手に喋り出したのは誰なんだよ。ともかく、僕は早くホフマン遺跡に行きたいんです。こいつらに構っていられません。ホフマン遺跡。ラクールホープの完成は目前なんだ。最後に必要な素材はホフマン遺跡にあるんだから。だが兵士は前線基地に送らなければならない。ホフマン遺跡にまで兵士を回している余裕がないんです。じゃあ僕たちが彼と一緒にホフマン遺跡に行きます。そうしたらエル大陸に連れて行ってもらえますか。そなた本気なのか。ホフマン遺跡は危険が多い場所だぞ。僕は嫌だよ。こんな足手まといにしかならなそうな人たちなんかと。まったくの足手まといってこともないと思うよ。一人よりはいいだろう。彼らがどうしてもって頼むのなら仕方ないですね。調査隊の一員にしても構いませんよ。そうと決まれば善は急げじゃ。ヒルトンの港に船を手配しておこう。そこからホフマン遺跡に向かうといい。ヒルトンの港ですね。わかりました。しばらくの間だけだけど仲良くやろうな。でもやっぱり心配だな。そうだ、君たちにこれをあげるよ。
だよ。ホフマン遺跡に行かなきゃならないんだ。この人たちも連れて行くんだ。一緒に外へ出ていいだろ。はっ、レオン博士、もちろんです。吉報をお待ちしております。当たり前だろ。レオン博士、ホフマン遺跡に出発する。この人たちを連れていくよ。は、わかりました。さっさと行ってパッパと取ってきちゃうからさ。は、レオン博士、吉報をお待ちしております。